皆さんどうもこんにちは、トツです。やってきてしまいました。11月12日0時48分ドームの初日でございます。ツアーがね、10月の5で終わったかな、確かね。もうほんと1ヶ月ですよ。1ヶ月でドームですよ。いやー、楽しみですね、ドーム公演。座席が出たわけなんですけれどもね。なんと、私の座席、初日が、グラウンド3塁側1列です。ドームって、なんか、こうステージがこう、画像出します。大体、まあ、この辺です。演出的にトロッコとかがあるかわかんないんだけど、もし仮にトロッコがあった場合マジで近いと思います。これね、激ヤバ席ですね。ドーム初日の座席となっております。座席運がね、ちょっとすごいかもしんない。俺2日目の座席ね、まゆかちゃんの誕生日ですね、11月13日。なんと私、花道横です。やばくない？普通に座席予想されてる方の予想がビシー当たってたら花道横なんですよ。ちょっと喋って、0時50分55分ぐらいですか、0時55分ぐらいなんですけど、一切何にも準備してません。準備すんのがね、苦手なんすわ。どういう装備で行くかも全く決めてないし、このペンライトケース、これに入れたんだけど、ちょっとでかいのよ。完璧に守ってくれるんだけど、でかすぎる。でかすぎるから俺このまま持ってっちまおうかな。迷うな。これがあるだけでペンラが倍ぐらいのスペース取るんですよ。よし。じゃあまあ適当にパッキングとかね、いろいろ準備して、寝ようと思います。じゃあまた明日。おやすみ。おはようございます。現在11時52分。お寝坊しました。まあまあまあ、致命的なお寝坊ではないので、まあ、耐えということで、12時40分ぐらいの新幹線に乗って東京の方に向かいます。仲良しさんから会場のね、状況とかをお聞きしたんですが、結構ね、9時とかそういうのが盛んに行われてるらしいんで、ちょっとできそうなタイミングがあったら今回もやっていきたいと思います。では向かっていきましょう。着いた。着きました。14時16分、もうあと4時間後ぐらいですか。4時間後ぐらいにはもう NiziU ちゃんたちがドームのステージで輝いてるわけですね。着替えて向かおうと思います。一回現場に。今回もファンクラブ会員限定のくじがあったりとか、 CD 販売、多分今回はね、その予約とかになると思うんですけど、じゃあやっとくか、久々に。ということでやってまいりました。27歳独身男性、彼女なし、かなりのオタクのお荷物紹介のコーナー。まずはやっぱりこちらですね。はい、うちわカバーとうちわです。マジかわいい。これやばくない？普通に。あ、忘れちゃダメですね。はい、ペンラです。諦めました、ペンラカバー。あれちょっとでかすぎました。そして、はい、タオル。もう一つのフリンジタオル、あ、なんかヒラヒラついたやつはまあいいかなと思って持ってきませんでした。そして、はい、こちら二重ポーチですね。これに何を入れてるかというとですね、はい、フォトスティックでございます。今回もこのフォトスティックで、お写真撮っていきたいなと思います。まゆかちゃんのなんかいろいろキーホルダーですね。これはカバンにつけていこうと思います。そして、あ、これもありましたね。これね、これかわいいんですわ、ネームタグ。これはね、このペンラのここにつけておこうかな。まあ、あとは特にやね、モバイルバッテリー、これ絶対いりますから、皆さん絶対にいるんです。毎日缶バッジやね。これはね、パーカーにつけようかなと思います。あとはもう財布とか歯磨きセットとかね、こんな感じでございます。本当に身軽で行こうっていうのが僕のモットーです。じゃあちょっと会場に行ってきます。私は今会場に向かっているのですが、なんかすっげーいい景色のところを歩いております。くじと、CD、これをやっていきたいと思います。買ってきました。会員限定のくじと、これ CD のこれスクラッチでしたね。これ削ったらなんか書いてあるらしいです。まずはこっちですね。行きましょう。せーの、はい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 、目、はい、か、はい、はい。まあまあこんなもんですよ。D が2枚ですね。これまた後で引き換えます。ここからはスクラッチのお時間でございます。マジ宝くじやん。今回画面だけお送りします。行きましょう。1枚目、ソーリー。あ、ソーリーって出るのね。はいはい、オッケーオッケー。理解理解。あ、ソーリー、ソーリーね、ソーリーね。一生ソーリー出る。ソーリー、これ当たる人おるん。ソーリー、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 ソーリー。さあラストです。
あー、ソーリー、激ムズ D 賞引き換えてきました。はい、こちらですね。今ちゃんとリクちゃんのが当たりました。まゆかちゃんのは当たらずと。まあ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 、これも記念ですから。で、今がもう4時半ぐらいなんですけど、ドームというね、この素晴らしい日を胸に刻み、素晴らしいパフォーマンスを目で、耳で、体で感じて楽しんでこようと思います。おはようございます。昨日はですね、ホテルに着いて思いっきり寝てしまいました。あまりの感動で、大涙を流し、非常に疲弊した体はですね、もう動画を撮るという力さえも残っておらず、深い眠りについてしまいました。今ね、起きてちょっとゆっくりしてシャワーとかもして、今がですね11時28分です。今日はですね、まゆかちゃんのお誕生日でございます。まゆかちゃんおめでとう。まゆかちゃんのお誕生日企画ということでね、何やら東京ドームホテル、こちらでお祝い会場みたいなのが特設で作られているみたいなんですね。まゆかペンのね、偉大なる方たちが企画してこういうスペースを作ってくれていると。僕もですね、そこの整理券を取らせていただきました。これはなんだ、駅とかにでっかい広告が貼り出されてると思うんだけど、あれに参加したので優先的にどうですかっていうお知らせが来たわけなんですよ。で、それで僕はそこに向かうことができると。12時からのものに参加させていただくんですが、もう今が11時半で、特にまだ準備も終わってない。これはかなり急ぎの案件となってきそうですな。あ、ですね、今日は実はとある方をお誘いして2人で参戦します。そのとある方っていうのはまた後ほど、まあ、動画回そうかなとは思うんですが、非常に面白い方です。そして私の席ですよね。花道の横、二重ちゃんたちがキラキラしながらこうセンターステージにこうやって歩いていってるのを横でこうやって見れるわけよ。やばくない？ちょっと席のね、運が壊れ、運が良ければ花道のすぐ真横です。下手しい記念写真とかってやったら多分映ります。ちょっとまず席が確定で分かんないんで何とも言えないですけど、今日も楽しんでいきましょう。ハッピーバースデー。こちらが小郷まゆかちゃんのお誕生日企画のスペースです。これすごくない？もう本当に小郷まゆか愛が溢れる部屋になってました。非常に素敵なスペースでした。企画してくださった皆さん、本当にありがとうございました。はい、ということで本日はこの方と来ております。勝村です。いや違う違う、研究さんです。やっほー。そしてじゃあお肉さん、今日は3人でいるのだということで、今日はケンティさんと一緒に、ライブを楽しむわけでございますね。いやー、いや、ちょっと楽しみましょう。本当に今日も声優だしね。そう、しかも席が花道横ということで、いや、マジ無理。本当にね、本当にそうなの。じゃあちょっとまたね、感想は後で喋ります。きっとバイバーイ。はい、ということで2日目のドームですね。そして僕が座っていたところ、ケンティさんと一緒に応援したところがですね、こちらです。わかりますか皆さん、この席のヤバさが。マジで真横でした。本当にすごかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待って、そう、マジ前に障害物なしで全てを見させていただいて、多分僕らが世界の真ん中はマジで俺ら今日のドーム の600万人いた中で世界一楽しんでた自信がある。絶対自信ある本当に。あれちょっとあれって、さあ、ちなみに勝村からペンさ620回ぐらいもらったよね。ずっと見てるし、あだだーって思って、ずっと本当に次元違った。さすがにあの勝村ダメよな、あの女ダメよな、あの勝村本当にダメ。本当ずっと最後シャッターパー閉まるときに、あ、そう、最後 ね、最後みんながいなくなるときに、ずっと俺らずっとこうやってやってて、え、誰かやってと思って、で、勝村本当だね。もう最初から最後で見てもらったって言わない、本当にだねって思って、しな、勝村だけじゃなくて全員からもらったよね。そう、こちらの坊坊さんからもしっかりもらったし、しな、昼間は滝でこっちの方見てたし、長男抜きでもマジで全員にもらったし、やばいよね。しっかり大坊も気づいたし、大江さん本当に半端なかった。この髪型を見て多分覚えてて、あーみたいな、本当やってた。本当に。ちの洗いはこうやって見てで、ヒルマンはちの勝村に1回怒られたよね。怒られたね。もうやめなみたいな。あれやばくない？ズルなんだけど本当に。グッチはこうやって普通にやってくれる。そう。しかも、え、こうやってやってたの見ました？あ、やってた。やってた。これやってた。マジに。あと、鈴のリンは想像以上にキラキラしてた。
MVP は勝つんだ。あれは勝つんだ。マジであれは勝つんだ。あれはダメ。本当に無理な。あれはダメ。最初から最後まで点差いただいて。もう俺ら、なんだろ、2時間82分ぐらいさ、点差もらってたの。のない。もう、びっくりしちゃったし。本当に楽しかった。